エキゾチカは1950年代から60年代に流行した東洋やアフリカ、ラテンアメリカなどの風土を連想させる音楽ジャンルの名称である。90年代以降にリバイバル現象が見られた。エキゾチカという名前はマーティン・デニーの同名アルバムに由来するとされている。マーティン・デニーは南太平洋や東洋を人々がどのように想像していたかに触れて、 それは、ファンタジー都市、ラウンジ音楽では、オセアニアの島々やハワイなどを、南国の楽園とする傾向もあった。講義では非西洋的な音楽要素を取り入れた、オーケストラ音楽、またはジャズを指している。基本的にはインストゥルメンタルが多い。エキゾチカの場合、演奏者、または作曲者が主に欧米人で、その音楽は、西洋音楽の楽器編成。 音楽理論などにおおむね基づいていることに留意したい。エキゾチックな要素として、オセアニア、東南アジア、アフリカ、あるいは日本を含めた東洋などの民族、民族音楽の戦法やリズム、楽器が採用された。鳥などの動物の鳴き声や自然音が音楽に挿入される場合もある。しかしそれらはあくまでも彩り、または装飾としてのものである。 エキゾチカは欧米人が誤解を含めて思い描いた熱帯地域の島々の印象を反映しているため、同地をイメージした音楽を現地の人が聞くと違和感を覚えることがある。エキゾチカは基本的には e ージーリスニングとして聴かれる音楽である。エキゾチカには通常分類されないものの、非西洋を題材にしている e ージーリスニングは存在する。映画のサウンドトラックのアルバムの中にも、 エキゾチカに近いアルバム及び曲が存在している。また、過去に日本で制作されたムード音楽の中にもエキゾチカの傾向を持ったものがある。エキゾチカの LP は未知の楽園を家庭で手軽に疑似体験及び無双できるものとしてアメリカでは需要があった。ステレオ録音の進歩が音楽に反映し、エキゾチカはオーディオマニアからも関心を向けられることもあった。 ロックがポピュラーミュージックの主流になるに従いエキゾチカの人気は衰退していった。しかし、1990年代前半にラウンジミュージックやクラブミュージックなどの文脈で注目され、エキゾチカそのものの再評価につながった。日本では、久保田誠やヤンとみたらがエキゾチカを愛好するミュージシャンとされている。細野晴臣は、エキゾチカに大きく影響を受け、 イエローマジックオーケストラでマーティン・デニーのファイアークラッカーをカバーしている。ありがとうございます。